実はビッグマックを残すほど小食なアンドーナツ。スイダウでその小食ぶりを検証するため寿司を食べることになったのだが、11巻で苦しいと言い出し、13巻でギブアップ。プライベートで無理さん中大島と寿司屋に行った時は7皿でお腹いっぱいに。さらに生クリームを食べると気持ち悪くなる。わらび餅は1パック食べたら十分、と発言し、芸名の由来となったアンドーナツを食べないのか、と問われたら、いやいや、油っこいし。 というほど、消食なのだそうだ。この現象について相方のカズレーザーは、世界の七不思議。この体型をどうやって維持してるのか、光合性してるとしか考えられない、とコメントした。そんな安藤夏だが、<noise> 赤ちゃんはよく食べる。